あ、それ言ってんの。え、やばかった、ほこり結構。なんだろう。やっぱちょっとのほこりでもダメなのかね。フィルターでなかったら。あとこれ決めが細かいから、ちょっとしたところでもダメなのかも。それで治んなかったら、そうだな。だな。治ればいいけど。ここの部屋熱すぎ。ここの部屋熱すぎるよ、ほんと。はい、どうも。これ自分の部屋なんですけど、相変わらず照明不足で申し訳ないんですけど、まあ少しレイアウトを変更してみました。まあ一昨日、日曜日に、このね、壁を直したんですよ。ここの壁ね、すごい壊れてたと思ったんですよね。ここ。バコって全部開いてて、真柱の軽量鉄骨が全部見えててっていう、奥に、向こうの部屋の石膏ボードが見えてたっていう感じだったんですけど、この前カインズで石膏ボード買ってきてここ貼って、パテで隙間埋めて、塗料で塗りました。これなんか、なんだっけ、色の名前忘れましたけど、なんか、グリーンとグレーの、なんか混ざっているみたいな感じで、パッと見グレーなんですけど、よく目を凝らすとグリーンっていう、不思議な色で、まあ自分好きで、まあ塗ったら結構グリーンに見えるんですけど、そんな感じで結構気に入って買った色なんですけど、まあこれを塗ったついでに部屋が狭かったんでちょっとレイアウトを変えたっていう感じなんですよ。今までベッドがこうあって、IKEA の白いデスクがこうあって、で、このニトリのデスクがここにあったんですよ。で、この IKEA の棚がここにあったんですよね。そうなると、ここ入ってきた時に、まあ、もう照明不足で、申し訳ないですけど。よいしょ。ここ入ってきた時に、ここにニトリのデスクがあって、もうその時点で狭かったんですよね。で、少し進むともう、ここからもうベッドなんですよ。ここ、ベッドって2メートルあるわけなんで、ここ結構塞がっちゃって、で、ここら辺にベッドが来てたわけで、で、ここにデスクがあるんですよ。この間をこう通ってって、で、ここにもうデスクがあると。で、通路はこっちがベッド、こっちがデスクで、50センチぐらいしかない隙間を通ってって、まあ、こっちでデスクで作業して、で、ベッドの下にこれ引き出しあるんですけど、この引き出しが、かろうじて開くくらいのスペースしかなかったんですよ。まあ、なのでめちゃくちゃ狭くて、だったんですけど、今回はこんな感じのレイアウトにして、ベッドをこっち側に持ってきて、で、デスクを窓側にドカッと置いちゃいました、IKEAのデスクは。そして、ニトリのデスクはまだ、片付いてないんですけど、こっち側に置きました。まあ、このIKEAのデスクと L 字になるような感じで置きました。そして、IKEAの棚はここに置いたっていう感じですね。少しね、こうね、外に出る動線がちょっと潰れちゃったんですけど、まあ、前のレイアウトです。こう、外に出れるように考えたレイアウトだったんで、で、いろいろ、こう、家具の配置を考えてみたんですけど、外に出れるようにする配置だと、どうしても、狭くなっちゃうんですよ。通路が、部屋の中の通路が狭くなっちゃうんで、もうよく考えると、あんまりね、正直外には出てなかったんですよ、この窓から。なので、もう、部屋の中が狭いようだったら、そのね、ゴミ捨てに行くぐらいの、その数回、外に出るだけで、その部屋の中の動線とかも潰れてはないけど狭くしてらんないなっていうことで、もう、外に出る動線は潰して、部屋の中広くしたっていう感じですね。あと、ここ結構広いです。今、こう、カバンが置いてあって狭く見えるかもしれないですけど、ここのスペース結構あるんで、まあ、筋トレとかするとこもスペースめちゃくちゃなくて、まあ、それで壁に穴開けたりもしたんですけど、まあ、運動とか作業とかするスペースここ十分にあるんで、まあいいかなと思いますね。やっぱりこう全部家具だとすごい圧迫感があるんで、ちょっとは、まあ寝転べるぐらいのフリースペースはあった方がいいのかなと
思って、まあ、このね、エントランス、こう、ドアなんですけど、こう入ってきて、まあ、ここがまあ入ってきて、部屋の一番最初に入ってくるところなんで、ここが広いとやっぱり、こう全体的な部屋の印象が広く見えるのかな、広くはないですけど、広く見えるのかなと思って、ここのスペースも開けてみたら、めちゃくちゃ開放感があって、すごいいいですね。はい。ということでまあ、ちょっと、レイアウト変更したよということを報告したんですけど、今日は、この編集デスクを、まあ、この上に乗ってる、機材とかデバイスとかをもう全部どけて、配線も全部外して、もう全部やり直そうかなと思ってます、配線とかね。なんでかっていうと、もう本当に配線とかがこれもう見ていただくとね、ぐっちゃぐちゃなんすよ、ほら。せっかく作ったあの配線ボックスも、せっかく作った配線ボックスもあんなにぐちゃぐちゃになっちゃって、この中とかも後で今見せますか。本当にぐちゃぐちゃ。ほら。自分で見えないですけど、めちゃくちゃぐちゃぐちゃで、何が何のコードとかわかんなくて、例えば、オーディオだけ抜こうとかっていう時に、どれがオーディオのコードかわかんなかったりとか、本当にややこしいんですよ。でも本当に使いづらくてめちゃくちゃぐちゃぐちゃだから、まあデバイスにとってもあんま良くないなと思って、もうなんか、整理するって言ってももう手遅れな状態なんで、もう全部テーブル、机の上も撤去して、ケーブルも全部取り外して、で一回掃除して、もう一回セットアップし直そうかなと。まあそっちの方がなんかちまちま、整理してるより、手っ取り早いのかなと思いますね。はい。まあ、とりあえず細かいことやんないで、まあ、全部はけて、もう一回セットアップするだけっていう。まあ、特にこう、レイアウトは変えませんけど、まあ、この通りに戻そうかなと。あ、レイアウト、あれっす。このノートブックを、まあ、開いた状態にして使おうかなと思いますね。やっぱクラムシェルにするとちょっといろいろ問題があって、そのなんか、モニターのなんか接続性悪かったりとか、やっぱりこのノートパソコンとして使わ、できてる PC を、閉じて使ってて、その、内蔵のディスプレイとか、キーボードとか、トラックパッドにすぐアクセスできないと、なんかいざトラブルがあった時とか、これ開かないといけないし、あとめちゃくちゃこうケーブルで拘束されてる感があって、なんか、本当に扱いにくいんですよ。なので、ノート PC これね、IKEA の、この、まあ、本来はタブレットスタンドなんですけど、これを使って、まあ、デュアルディスプレイじゃないですけど、モニターの脇に今ノート PC を置いとこうかなと思いますね。やっぱりね、ノート PC、クラムシェル、まあ、いいんですけど、なんかそのトラブルとか、今わかんないです。これ古いパソコンだからかもしれないですけど、M1 の Mac とかだったらいいかもしれないですけど、やっぱ古いパソコンだから、やっぱその、なんていうんでしょうね、結構負荷がかかってっていう時に、こう、いろいろ対応するのに、まあ内蔵のディスプレイとかキーボードにすぐアクセスできた方がいろいろ使い勝手とかいいのかなと思ったので、まあ、クラムシェルやめて、なんですか？こう、開いた状態で、まあモニターとか繋いで使おうかなと思ってます。まあレイアウトの変更点はまあそこだけですね。とりあえずこれ全部外して、付け直そうと思います。あ、ちょっと考えてるのが、この、でもどうしようかな。いや、やっぱいいです。やります。じゃあ、はい、ということでここやっていきたいと思います。今ご飯食べてお風呂入ってきたんですけど、いやー暑すぎて本当にしんどいです。信じられないぐらい暑いですね。去年よりも全然暑いですね。本当にもうご飯食べてる時も本当に汗が滴ってくる。なんかあっちのエアコンも効かないせいもあるんですけど、汗が滴ってきて、でお風呂入ってきて、でせっかく汗かいてお風呂入って綺麗になったのに、その体拭いてる瞬間から汗が出てきて、もうお風呂上がった瞬間から汗まみれになると。で髪乾かしてるともう顔は汗だらけになって、もう風呂から入ってもう30風呂から上がって30秒後には汗だくっていう、そんな状態なんですよね。いやもうほんとしんどいんですけど、ちょっとね、作業がもうほんとしにくいので、ちょっとここ
一回配線やり直したいと思います。はい、ということでちょっとね、本当はちょっともうね、夜遅いに1時間ぐらいでやりたいと思うんですけど、本当はね、こっちの机も綺麗にしたいんですけど、そこまで手が回るかはちょっと問題ですけど、まあとりあえずこれをちょっと横に出します。動かせっかな、これ配線で。やべ、めっちゃしなった。よいしょ、よし。椅子がね、邪魔だからベッドの上に上げとくか。ちょっと椅子ベッドの上に上げときます。よいしょ、この配線とかね、多分ね、すべて撤去したのはあれです、机を交換した時ですね。あの去年の10月にこの白いデスクをIKEAで買ってきて、まあ、それまでこっちのこのニトリの机を使ってたんですけど、それから移行するときに今全部、外して、あの配線とかやり直したんですけど、それ以来やってないから残りなのね9ヶ月ぐらいか、9ヶ月ぐらいはやってないんですけど、まあこれをあのこの作り方セットアップした時からもいろいろなんか、なんか移動したりとか、あとこの棚作ったりとかでいろいろもうごちゃ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 しちゃって、で、あの本当にあのぐちゃぐちゃしててわけわかんないので、もうとりあえず全部やり直すってことで、まずはストップ、ちょっとこれ一回全部閉じて、 SSD も取り外して、 SSD 取り外して、ダビンチで使用されてますので、ダビンチで終了するのも遅いですよね、立ち上がるのも遅いけど、終了するのも遅いという、なんというよ、こうやってくれ、あ、OK、終わった。ダヴィンチを終了しないと SSD が取り外せないですよ。 SSD の中のデータを使ってやってるんでね。じゃあとりあえずもう PC を取り外して、拘束されててかわいそうに。よし、あとあれですね、だからあのパソコンも開いておいた方が、あの取り出しやすいから、ほこりまみれにならなくていいのかなと思います。モニター切ったね。よいしょ。置く場所もベッドしかなくて。外したらいいかっていうのはもうわかんないレベル。ああ、いやー、つあれですね、これあのやっぱり、あ、待って、紹介してなかったか、まあちょっと後で紹介しますけど、あの今回いつもこういう、自分こういう配線って結束バンドでいつも配線をあの束ねたりしてるんですけど、今回あのなんかマジックテープみたいなそういうやつを買ってきましたね。結束バンドって一回貼ったら終わりなんですけど、そのなんかマジックテープみたいなやつってな、まあ何度でもあのできるから、ここ位置違うなとかって思ったら貼り直せるし、あとなんだ、自由な長さにカットできるんですよ。だからそういう点でもいいかなと思って、あとなんか新しくこうデバイスとかケーブルとか買うと、大体こう最初に何ですか、
最初にコードを束ねてあるのってなんかマジックテープみたいなやつじゃないですか。だからそのケーブルを処理するのにやっぱこうマジックテープが一番あの適してるのかなっていう感じもしますね。今この G502 だってマジックテープのバンドがついてますけどね。これで巻いて、うん、暑いよ本当に。ちょっと温度下げるかこれ。なんでドライバーがあるんだろうな。本当に片付けができない人で、片付けを一回一回してればきれいになるっていうの分かってるんですけど、できないですよね。あの暇な時に1時間かけて片せばきれいになるんですけど、だんだん汚してっちゃうっていう。本当にね、常日頃から片付けしてればそんなに高頻度で大掃除なんてしなくていいんですけど、本当にね、やべやべ、ここ持っちゃダメだ。本当にいつもいつも汚しちゃうから掃除をしないとなんないですよね。結構な頻度で、あの大掃除まではいかないけど、結構大掛かりな掃除をしなきゃいけないですけど、日頃からねそれをやってればいいんですけど、まあ、そう思ってでもなんかなかなかできないっていうのが現状なんですよ。よいしょ。これね、個人的にね外す方が大変だと思うんですよ。あのセットアップはなんかこうあのまあ正直言ってこう繋ぐだけじゃないですか。繋ぐだけなんですけど、外す時ってめちゃくちゃケーブル絡まってたりとかホコリが多かったりとかで、個人的にこう環境ってこう作るより取り外す方が大変だと思ってるんですよ。セットアップも大変なんですけど、あくまで個人的な意見ですけど、撤去する方が大変。日頃からの片付けが大切なんですけどね。っていうのを多分ブログでも何十回もやってると思うんですけど、できてないんですよ。とりあえずちょっとこっちの机に避難するしかないんで、すぐ戻すから。でこれでね、あのパッと見綺麗になくなったと思われると思うんですけど、この下に配線がありすぎてやばいです。本当にでもね、部屋広くしちゃってよかったです。本当に良かった。これだけは。あれ、これなんで崩れてんだろう。よし、モニターだけ注意しないと。よいしょ。よし、とりあえず机の上、よいしょ、一回掃除しようかな。一回掃除します。あー、どうすかな。一回掃除しよう。ちょ、これデイリーに邪魔だな。いや、ちょっとあっちに行っただけで暑い。ちょっとアルコールでこの上掃除します。本当にね、なんか濡れてん。まずほこりを取った方がいいか。この部屋本当にほこりがやばすぎる問題があるんですよ。まあこのね、布団が一緒の部屋にあるからしょうがないですけど、ホコリが異常すぎるもんね。こうやって取ってももうね、あの次の日とかになると
ほこりがね、本当に積もってるんですよ。ほこりね、本当に積もるんですよ。冗談抜きで。本当にね、積もるんです。冗談抜きで、漫画のように手でかき分けるっていうか、本当に机の色がね、白だからね、あんまり目立ちにくいと思うんですけど、本当に積もるんですよ。あとこれモルタルランプ、これめちゃくちゃこの角の方が粉っていうか角のところからかけて粉が出てくるんですけど、ちょっと今度処理しないと。ていうかこのモルタルランプあれなんですよね、スイッチがないから、一回一回こう元の電源をプラグの部分を挿したり抜いたりしてやんないといけないですよ。だからなんかあれですね、スマートプラグみたいなのでスマホで操作できるようにしたいなと思ってるんですけど、これテープライトなんですけど使えなくなっちゃうんですよ。これ残念ながら、どうしよう、これテープライト新調しようか迷ってるんですけど、ああちょっとどこのか分かんないですけど使えなくなった。でも分かんない、修理したら、修理どう修理すればいいか分かんないけど、なんかしたらつくようになるかもしれない。これも1500円ぐらいで買ったからしょうがないかなっていうところであるんですけど、テープライトね、なんか結構いいんですよ、照明に、作業中の照明に、こうパソコンとかいじってる時に部屋の照明じゃまぶしすぎるけど、それ消しちゃうと暗すぎて目に悪いって時に、こう間接照明なわけなんですよね、テープライトって。だから壁に反射させて、なんかこうモニターの背景になってる壁が光ってるみたいな感じになるんですよ。だからめちゃくちゃ目に優しくて作業もしやすくて、結構なんか海外のクリエイターとかがなんか使ってておしゃれだなと思って買ってみたんですけど、ぶっ壊れましたね。ちゃんと実は使わないとダメから、やっぱ安さ重視で買うとダメですね、物は。安物買いの銭失いになってしまいますけど、ちゃんとしたやつだとフィリップスのヒューってあるじゃないですか、あそこら辺がちゃんとしてると思うんですけど、1万円ぐらいするんですよね、フィリップスのヒュー。あれいいと思うんですけどね。なんかスマホで全部操作できて、でもあれ高いんですよ。なんかハブっていうか、なんかあるじゃないですか、なんかなんかあるじゃないですか、なんか元になる受信機っていうか、そういうの買わないとなんか使えないみたいで、まだそれがなんか7,000-8,000円するみたいな感じで、さらに電球もなんか3つ入りで1万円とかしたんじゃないかな。あとテープライトに関しては2-3メートルで1万円したような記憶がありますけど、でもやっぱそれだけ金額するとかいいっていうことはしようけどね、まあ、フィリップスなんでちゃんと買うならそういうやつかなって思ってるんですけど、悩みどころ。そこはね、なくても困るものではないんですよ。あったら便利だけど、なくて困るものでもないし、緊急に欲しいものでもないから、そんなに今金をかけるべきではないですけどね。本当パソコン新調した以来の今気分にいるんで、そんなものを買ってる場合ではないと思うんですけど、欲しいです、いずれは。だからこのモルタルランプ結構いい仕事をしてるんですけど、スイッチがなくてつけられないから、あれかな、スマートプラグ、スマートプラグだと多分3000円ぐらいで買えるんじゃないかな。よいしょ、ああこれ配線本当に取り外す方が大変だと思うんですよ。接続するのは簡単ではないですけど、取り外す作業に比べたら個人的にはいいと思うんですよ。
てかぐちゃぐちゃしてて、どれから外したらいいかわかんないですよ。熱い。熱い、ほんとに熱い。ていうかね、こういうケーブルとかも案外外してみると本数なかったりするんですよね。めちゃくちゃどんだけケーブルあるんだよみたいな感じに見えても全部外してみると、あ、これだけで動いてたのかみたいな、そんな感じになるんですけど、だから多分ちゃんと整理したらスッキリするんでしょうけど、いや暑い、本当にね、言ってもどうにもなんないですけど、暑い暑いって言うと涼しくなるといいんですけど、そういうわけではないですね。でも暑いって言いたくなっちゃうんですよ。あーちエアコンかかってるのに、本当にね、目に汗が入るんですよ。痛くて漫画のような汗のかき方するんで、自分本当に顎から滴るんですよ、汗が。本当に熱中症だけはなんないようにしないと危ないな、本当に。あんまりニュース見てないからわかんないけど、熱中症とか結構出てるのがやっぱ出てるだろうな、これだけ暑いと。災害級っすよ。なんか東京の方今日40度ぐらいになったらしいですけど、異常ですよね。40度は、あーめんどくせえ、これどうなってんだろう。あ、盛大に絡まってる感じですね。あーよいしょ。いやー暑い。後でって言って多分一生やった、一生やんないんで、やる気になった時にやらないと。ちぇー、熱いよ、言わないでしょ。本当に、これが元の電源か、これがオーディオか。これ書いとくのもいいな、何のコードだ、ダサいからやめよう。うわー、おお、このなんだケーブルボックスの中のホコリが尋常じゃないほどになってる。よいしょ、外れないか、取れない、よいしょ。スピーカーも欲しいな、ちゃんと PC に、なんか PC、ちょっとモニタースピーカーみたいです。この本格的なオーディオとかパソコンにいらないんで、なんかあのアンプ内蔵のモニタースピーカーみたいなの欲しいですね。あのいいと思ってるのは、あのパイオニアの DJ であるじゃないですか、あれのスピーカーが、なんか今忘れちゃったけど、あれいいと思うんですよね。結構いろんなクリエイターが使ってていいと思うんですけど、その2万円ぐらいでなんかお手頃価格なんですけど、いいな、あれ。なんかこれ結構ね、スピ
ピーカーが場所取ってるような気もするんですよ、このデスク。結構こう、ブックシェルフのデカめのスピーカーを使ってるんで、ブックシェルフとはいえ、ちゃんとしたこれ多分ホームシアターとかに使われるようなレベルのスピーカーだと思うんで、パソコンデスクに置いてる人はいることはいるだろうけど、そんなにガチのオーディオとか、あのホームシアターとかにはここまでありますけど、パソコンデスクにそんなに本格的なやつを、いや、どちらかというとコンパクトさとかで選びたいですね。あとあれですよ、だからオーディオって結構ケーブル地獄なんですよ。アンプがあって、本当にホームシアターってなると本当にケーブルがやばくて、スピーカーもこういっぱいあるじゃないですか。ホームシアターってなるとこうフロントのスピーカーがあって、センターがあって、ギアがあって、で場合によってはこう何ですか、こうサイドもあって、ウーファーもあって、本当にケーブル地獄だと思うんですよね。あとこうホームシアターとか、ホームシアターとか憧れるんですけど、多分泣きたくなるほど配線がやばいと思う、ホームシアターは。まあいずれっすね。これちょっと異常、これ祖父母旧宅の埃を見て笑ってられないレベル。見えないか、まあ、別に見えなくていいんですけど、汚いんで。うわ、汚い。ああ、あ、でも意外と15分ぐらいで撮れた全部。もしかしたらこれで1時間ぐらいかかっちゃうかなって思ってたけど、できたな。こんなだらだらしゃべりながら、あー、ここにやだ。あー、すごい。あー、これ机の上にまた乗るな。てかこの部屋はね、ほんともうダメなんですよ、ここに、ここに関しては諦めてますもん。ていうか、ベッドとデスクが共存していると埃地獄は回避できないと思いますね。あとカーテンとか、本当はこう事務所とかってブラインドとかだと思うんですけどね、オフィスとかって。だから布製品があるうちはもうしょうがないです、埃は。本当はベッドルームとパソコン置くとこっては分かれてるはずなんですけど、今のとここれ部屋一つしかないからどうしようもないですけど、よし、ケーブル全部外れたかな。あ、そう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 、ちょっとあれ紹介します。このあ、これっていうか今結構すごいと思った。これ iPhone のね、iPhone の容量っていうかこうね、ちょっとね、iCloud がいっぱいになっちゃってもう整理が追いつかないんで、一回もうね、今月だけ 2TB の契約をしたんですよ。今まで 200GB だったんですけども、いっぱいになっちゃったので、まあ 200GB で足りるようにしたいんですけど、動画とかがもう勝手にアップされちゃって、もうちょっと容量の確保がちょっと難しいんで、今だけちょっと 2TB に上げました。だから多分 iPhone の中のも、そこそこいって、iPhone が軽くなったんじゃないかと思って、今ね、かなりずっとノーカットで回してたんですけど、まだ10ギガ以上余ってるっていう、結構感動なんですけど。モニター大丈夫かな、モニターが心配すぎて。これですよ、このキーボード、ケーブルをまとめるやつ。今まで結束バンド使ってたんですけど、これダイソーのメンファスナーっていうのを買ってきました。これマジックテープとはちょっと違うのかな。うん。こんな感じのハワイステンチで長さ 1.5 メートルで月にカットして使えるっていうバンドなんですけど、やっぱこれの方が結束バンドだと一回やっちゃうと終わりじゃないですか。あと使えないし、外す時も、
大変じゃないですか、こうニッパーとかで切んないといけないし、めちゃくちゃ大変だし、一回閉めてから、あ、ちょっと場所近くねと思った時に変えらんないんで、これいいかなと思って、このメインファスナー、なんか好きにこう固定した後でも好きに場所移動できるし、長さもカット、好きにカットできるしっていう感じで、それいいんじゃないかなと思って買ってきましたね。こんな感じのやつ。ちょっとね、両面、なんだっけ、マジックテープ、あ、でもマジックテープか。まあ、マジックテープと思っていただいていいですけど、この、テープ状のマジックテープみたいな。そんな感じのを買ってきました。とりあえずこれでケーブルマネージメントをやろうかなと考えております。ケーブル、でもほらほら、意外と少ないですよ。ほら。ここにまあケーブルたちがあります。これでホコリ OK でしょ。で、テーブルタップ。これがね、メインのテーブル。メインっていうか、ちょっとコーヒーがこぼれてますけど。これ、プラスマイナス関係なしでさせるアダプター、テーブルタップですね。だから大きなアダプターとかもさせるっていうやつなんですけど、アダプターさすと場所取っちゃうんで、アダプターを分けてます。と、テーブルタップ。これが短くて電源まで届かないので、これで伸ばしてきてるっていう感じですね。あんまおすすめはしないですけど。これが、まあ、増やすやつ。そして、オーディオケーブル。これですね。ちょっと同じ色が ないんですけど、オーディオケーブル。そして、これ。赤白ピンと、3.5 ミリイヤホンジャックのやつ、2本。ハードディスクの電源。ハードディスクの転送ケーブル。MacBook の電源、USB の延長、HDMI、4K60p が行く、HDMI ケーブル。ここのケーブル結構おすすめなんですよ。これどっちもね、あれ？どっちも一緒かな？いや、どっちも違うな。まあ、メーカーはまあいいとして、このタイプめちゃくちゃおすすめなんですよ。このケーブルが、なんていうんでしょう、こう、ファブリック調になってて、断線しにくいっていうのと、見た目がいいっていうのと。そしてここが、アルミになってるんですよ、先っぽの端子が。これめちゃくちゃ高級感あって好きなんですよね。うん。多分記憶によすると、この USB 延長ケーブルは、この R のロゴが、主張的な、ランポーっていうメーカーのものです。で、HDMI ケーブルはイバンキーっていうところの HDMI ケーブルです。多分ね、調べて出てくると思うんで。結構ね、ここら辺の会社のメーカーのケーブルめちゃくちゃおすすめですね。iPhone の充電するケーブルとかもあって、ちょっとね、iPhone ね、充電遅いのしか持ってないんで、ちょっと購入考えてるんですけど、めちゃくちゃこれいいっす。あと、スピーカー、音響の中古で買った2000円のスピーカー。あと、ケーブルボックス。で、これがハブ。ですね。これが、USB、HDMI、Type-C のやつ。あとサンダーボルトですね。これがサンダーボルトと HDMI のやつ。なんでこれこっちに HDMI あるのに、これ HDMI 専用のやつあるんだって話なんですけど、これ実はね、こういうタイプのハブの、ハブになってる HDMI 端子って、1080p の60とか、4K30 とかいくんですけど、4K の60がいかないんですよ。だから 4K のモニターせっかく買ったのに、60がいかなくて、全然こう映像とかだと60でも、あ、30とかでも問題ないんですけど、パソコンでなるとこうカーソルが高速で動くわけじゃないですか。それが60でもカーソル高速で動かすと結構、掃除機始まった、こんな遅い時間に。カーソル60でも高速に動かすと結構2つに見えたりするじゃないですか。でもそれが30だともうピンポイントでカーソル合わせられなかったりとかしてめちゃくちゃ大変なんですよ。で、これどうやったら 4K60 出るんだろうって思ったら、専用のアダプタ、ハブになってるやつじゃなくて、ちゃんと HDMI 専用に出力するものがあれば 4K60 出るよっていう、どこだっけ、知恵袋かなんかの記事で見たんですけど、これ。
だから単体でモニター出力用のやつ持ってます。なのでこっちはモニター出力のやつ使わず、USB でこのね、さっきのランポーの、延長ケーブルで、ハードディスクとか SSD とか、あれですね、キーボードとかマウスつないで、で、この Type-C ポート、サンダーボルトなのかな、これ。どっちだかわかんないけど、それ、ここに電源をつないでます。で、これがモニター。Acer の28インチ。これが HP のメカニカル青軸キーボード。で、こいつが G502。特別エディションみたいな、そんなモデルなんですけど。あと、これがあれっす。なんだっけ。コルセアのハードマウスパッド。あと、この下が Mac。な感じです。あと、これはなんか、あれっすね。ソフトタイプの、なんか、世界地図が書いてある、マウスパッド、でっかいやつ。ちょっとじゃあ、セットアップ、その前にこれ、カーペットが下動くんで、ちょっと両面テープで貼っつけてからやろうかなと思います。